俺たちの秘密基地。はい、始めまして、武田和成と片雄平です。で、まあ、シャープゼロということで、はい、まあ、今後ね、あの定期的に更新していけたらなと思うんですけど、そうです。とりあえず、なんかテーマを決めて、それについて真剣にふざけようっていうコンセプトで、今日も秘密基地ってタイトルにしちゃったので、僕がそうなんです。で、秘密基地って作った？今は作んないでしょ、30超えたおっさん二人が秘密基地作ろうか。今ここ作ってるこの空間が秘密基地だから、もうだからある意味いい秘密基地アラサーがね。でもね、作ったよ。うち田舎だったから、あ、はい、うちの目の前がもうすぐ山で。ああ、そうなの。あ、じゃあもう作り放題でしょ。作り放題。山登ってったところに、なんかね、あの近所のお兄さんたちが昔作った秘密基地の名残があって、うん、そこを基地にした。だから、ゼロから作ってない。あ、お下がりって。お下がりですよ。秘密基地。お下がりで使ってた。秘密だけど、受け継ぐ。そうそうそう。いいね、山に作るんだったら本当に、本当秘密基地感だ。そうそうそう、でももう雨降ったらイチコロだけどそうだよね、何にも守られてないから開放地区だ、開放地区だから。いや、でもいいな、本格、なんか本格的なとこじゃん。うちは、まあ、まあ家建ってるところで、うんうん、奥になんか草原みたいなのがあって、うん、で、その一番真ん中ぐらいにでっかい、本当もう樹齢何十年もある木があって、うん、なんかその上とかに、なんか木の上に秘密基地作ろうぜって言って、うん、なんか特に作りもせず木に登って秘密基地って言ってました作りもせず、外から丸見えのもうフルオープンな秘密基地にした何にも秘密何にも秘密にしてないっていう。でもうちもあの斜面で開けてるから、木がないところに基地作ってるから丸見えだね。じゃあ本当の秘密基地作ってる人って相当いないもんね。ね、だからあれでしょ、あのアニメのさ、秩父をね、舞台にしたあのアニメぐらいでしょ。あとはもうあれでしょ、いいって言ってる人たちがそうそうね、あれは会社だから、秘密の会社、秘密の会社から、秘密の会社がこう大々的に活動してるけど会社なの。あ、じゃああれは結社だから、あ、そっか、社員でしょ。じゃあ俺給料出てるの。出てるから本当に手取り20万ぐらい出てる初任給とかね。初任給あと、まあ、そっからいろいろ引かれるんでしょ、多分ね、保険とか、保険とか家族にあれを打ち明けてるかどうかっていう問題がある口座見ればもうそうだね、ショッカーって書いてある言っちゃった言っちゃった何やってんのお前のお父さん。バッタと戦ってる。僕のお父さんバッタと戦ってるんだ。これ秘密基地の話じゃないよねなんかね、ふんふんの話だ赤いマフラーの話になって秘密基地ってなんか どこまで秘密にしてたら秘密基地だ。秘密じゃない基地って作ったじゃん。いや、作ってない。いや、だって秘密じゃない基地って、じゃあ逆に何なの、秘密基地じゃない基地って何て言えばいいの。基地いや、ごめん、俺もね、なんとなく感じ、うすうす感づいてたよ。他に答えはなかった基地な、でも基地って、やっぱ秘密っていうのが、ね、あれじゃない、魅力的だね。なんか基地ないのに秘密基地作ってたの。そう、妻いないのに愛人がいるみたいなそれだいぶ違う。全然違うと思う。違うか、ファミコン持ってないけどゲームボーイ持ってるじゃん。そういうこと。家がないけど隠れ家がある的なことでそういうことでしょでっかく言えば、でっかく言えばそういうこと。俺家ないんだ、住所ないんだけど、でも隠れ家はあるんだよね。家買えよ隠れ家買うなでも それで考えたら、うん、普通に、まあ、うちらみたいな仕事してる人もそうだけど、一般の人も自分の自宅公表しないじゃん、基本的に。ああ、しないの。ってことは秘密じゃん、うん、じゃあ秘密基地なんじゃないの、自宅は。でも宅配便の人知っちゃってるじゃああれはどうすればいい来たら何抹殺されるってことはみんな秘密基地持ってると。秘密基地俺作ったことないんだよねって言ってるやつは嘘ついてるんだよ。じゃあ作ってるの大工さんとかじゃいや、そういう意味の作るの。なんか、空間を、そうそう、この空間をプロデュースするみたいな。プロデュースするみたいな。
あ、だからデザイナーズの秘密基地もあるってことでしょ。まあ、そう。ってことはじゃあもうあれだ、デザイナーその建築デザイナーさんとか秘密基地のプロだ。そうそうそう。かっこいいね。すごいかっこよくないですか。まあ、でもそういうことでも、ね、なる、まあ、そうなる。でも俺は全国に自宅公表してるよっていう人はそれはもう基地だ。基地で、ただ基地。でもちょっとさ、あの家の話じゃなくて基地の話になるけど、うん、例えばその戦争とかでさ、基地があるじゃん、ああなんかね、その基地って基本秘密にしないからだって敵に攻められたらやばいじゃない、うん、あ軍事基地とかも、軍事基地はでもまあ公表してるとこいっぱいあるけど、だからあれじゃん、公表することによってこんなすげえんだぞ、こんなすげえんだぞっていう、だからあれですよ、あのスネ夫がわざわざ、うん、あのパパに買ってきてもらったものをみんなに店に来るみたいな、ジャイアンジャイアンに取られちゃうじゃあ出来すぎくんちが一番秘密基地なの、秘密基地あそこやばいな、だってほら映画に出てこないじゃん、出てこない、うん、秘密だからだからもう秘密基地というか出来すぎくん自体が秘密の存在なんであれさ、子供の頃ってさ木に登って、うん、枝を見ると揺らしたくなるんだ、確かに揺らしても別に何も何も起きないんだよ、別に何かね、木の実が落ちてくるなんか揺らしたくなるんだ、分かる、いや昔はそれで楽しめたって思うんですね、今何なんだろうね、今の子たち多分そんなことしないしないでしょ、秘密基地だのロフトとかでしょ、誰かんちのロフトああ誰かんちのロフトね、ロフトは俺の店だと思う、あ、違う、お店じゃない俺秘密店ではロフトとかのなんか離れとかさ、ちょっとお金持ちのこの家の秘密基地とか、ゴキブリの巣ってあれ秘密基地じゃない、あなんかそのどこにあるか分かんない、うんうん、だからあれもこそ秘密基地じゃない、ずっと秘密のままでいてほしいけどね、あれ出てこないでほしいの、ゴキブリの巣ってさどこにあるの実際、現実問題、現実問題、あ現実問題、アリの巣とかさ、別に見つけないけど、ああ地中にあってさ、で、アリの巣の入り口がこうなっててとか、中がどうこういう形でとかさ、ああなんとなく、みんななんとなく知ってるじゃん、ゴキブリの巣ってさ、あの CM とかでも抽象的にしか描かれないじゃん、ああ描かれない、シロアリとかはなんかさ、家の下にいるとかさ、あよくなんかあの、猫そぎとか言ってねえの、わかるけど、なんか知ってるじゃん、鳥の巣とかもさ、ああそれ言ったら、まあ、バッタとかも知らないけど巣がどこにあるのか、まあ、そう言われたら分かんない、ね、図鑑とかに俺乗ってるわけじゃないし、ね、図鑑ゴキブリ乗ってたの見ないでしょ、いやちょっと怖かったもんゴキブリの図鑑昆虫図鑑とか、あでもあれ巣なん あいつらもだからもう、うん、さすらいなんじゃんかっこいいね、だからあのどっかでさ、うん、俺ちょっと実はちょっとやってみたいテーマがあって、うん、ゴキブリのいいとこを見つけるっていう会があってもいいんじゃない、だからみんなゴキブリってみんなに嫌われてるじゃん、確かになんかね、だからちょっとさ、うん、かわいそうとは思わないけど俺も大嫌いだからもう企画倒れじゃね一個ぐらいなんかいいとこあるだろ、一個ぐらいあっても1個ぐらい100個ぐらい悪いとこあるから、そうそうそう、だから霞んで消えちゃうよ、ね、ちょっとぐらいなんか救いの手を差し伸べてもいいんじゃない、でもあいつなんかなんかしてるんだよきっと、なんかしてる、なんだっけ俺も昔テレビで見たんだけど、いいことしてる、いいことしてるんだよ本当に、何かを食べて分解してそのおかげで何かなってる、全然伝わらない、全然わかんないもう全然ふわっとしてる、みんなあの聞いてる人はググってくださいググってゴキブリいいとこで多分出ると分かんないけど出るかな、でも何かそのだから自然界 その循環の中では何か一役になってる、あなってる、じゃあただもう何かね、あの汚いところにいるイメージがあるし、ね、もうあるから素早いからダメなんだよ、そうそうそう、歩けばいい、あいつ歩いてるんだ、あれで歩いてる、あれで歩いてる、あとさ、うん、これどこでケツなの、わかんないじゃあ要はだから秘密基地って何を秘密にしてるかってもう個人個人だから、個人のそれで言っちゃうともう家自宅が秘密基地だってことだからみんな秘密基地に住んでるんだよって、ワクワクできる場所だよね、だからじゃあワクワク基地だね、ワクワク基地だよ、秘密基地はじゃあワクワク基地、ワクワクさん、ワクワクさん、ただ自分の家をワクワクできる空間にしましょうっていうね、っていう教え、教えじゃねえ、だからあのちゃんと家の掃除しろよ、一人暮らしの一人暮らしの男子特にね、そうね、じゃあ今回のまとめは家の掃除はちゃんとしよう、こまめにしてくださいでした、でした、ありがとうございました、また次回、また次回。